はい、日本全国自粛ムードであらゆるねショッピングセンターですとか商店街こういったものが不況に見舞われてるわけなんですけども、私も47都道府県を回る中でですね、すごく気になってるところがあったんですよ。それが今ご覧いただいている東京葛飾柴又ですよね。そうなんですよ、寅さんどうしたんでしょうねと思いまして、このね寅さんの商店街が本当に元気なくすところっていうのを、まあ、日々想像しながらね、まあ、他の地区も大変なんですけども、特に私が何度も何度も通ったところなんで、次にお邪魔するときにね元気な姿が見たいなというところなんですよ。まあもちろん浅草のね中見世もそうですし、名の知れない商店街とかも非常に貴重なんですよ。でも私は今ねちょっとこの記事を見ながらしみじみと感じるものがありましたんで、ちょっと動画にさせていただきました。スポーツ愛知の方からね、映画男はつらいよシリーズの聖地である東京柴又では17日まあですね、一昨日ですよね、今日5月19日ですから17日60日に一度行われる、だから17日に60日に一度行われる更新縁日が開催されたということなんですよね。2ヶ月に1回こういう縁日があるんですね。まあそこでですね、まあもちろんこの男はつらいよに出てきたあのモデルになっている店舗トラさんの実家として撮影が行われた草団子トライアも利用客が訪れたが、従業員は、人が少し戻ってきたかもしれないけども、まあでも2割程度ですかねということを話されてましたね。ということなんで人通りはあるみたいなんで、まあひとまずねこの地方にいるとニュースが入ってこないんで、まあ心配するようなことはそこまで、どうかなと、訪れてないかなってとこですけどもね。でそこでですねまたニュースが入ってきました。どんなニュースかと言いますとこれなんですよ。ざっと山田洋次監督から葛飾に向けてですね、こういうふうな色紙が届いたということなんですね。今頃寅さんは旅先で帰るに帰れず、おろおろしながら故郷柴又の皆さんの無事を祈っています。もう少しの辛抱です、頑張れ、葛飾区と書いてますよね。山田洋次ということで、山田洋次監督もね新しい映画今度志村けんさんのでしたっけね撮られるみたいですけども、そういえば男はつらいよのどっかに沢田研二さん出てましたね。その沢田研二さんが志村けんさんの役で今度映画ができるということです。本来なら志村けんさんが出られるはずだったんですけども、ちょっとこういうことになりましたんでね、顔がすごく似てるというふうに言われていた、そしてね個人的にも仲が良かったという、沢田研二ジュリーがね映画に出るということでございます。志村けんさんを忍ぶ意味でも、そして今回のねこの感染症に負けないぞって意思を込める意味でも、この映画ちょっと期待したいなと思いますけども、撮影ってできるんですかね。はい、本日は以上です。